何よりも人命第一のもとに、警察、消防、海上保安庁、自衛隊が懸命に救命救助捜査活動を行っておりますが、気象条件のためにヘリやドローンが飛ばせない状況であります。二次災害に十分警戒をしながら、引き続き救助作業を進めているところであります。